俺が待たされたことに変わりはないだろう。間違えて早く来たんだよ。お前のうっかりまで俺は想定できないよ。ただ楽しかったのは星の導きのおかげじゃないよ。おお、バッチリご一緒。いや、そんなことはどうでもいい。こんにちは、ブランドーと申します。はい、というわけで、ミオさんとも仲良くしていきたいので遊ぼう。ういっ。コンノ先輩。あれ、コンノ先輩の呼び方は、そうだ、ダメなのばっかりだったんだ。あ、帰ろう。先輩、そろそろ俺と帰ってくださいよ。あ、君か。どうも。よかったら一緒に帰りませんか。帰りませんか。僕と？構わないけど。おお、やっと一緒に帰ってくれる気になったんですね。お、ああ、以後。もうすぐ期末テストだな。調子はどう？なるほど、この話がしたくてお前、俺と帰るな。あ、まあ、そこそこですよ。俺は団子の一味なんで。ままです。今度先輩は。おー、聞くな聞くな。もうそりゃもう成績優秀ですよ。いやでも、聞いた方がいいか。僕もまあまあかな。テスト範囲内の復習はほぼ完璧だと思うけど。ほぼ完璧。さすがですね。学年違うとあのテストの表見られないからな。見てみたいな。今、前回のテストを分析して、問題傾向を予測してるんだ。これが意外と難しくてさ。もう復習が終わって次の段階にいるもの、もうこれはむしろ楽しんでいるよな。まあまあのレベルが違うような。あ、違うな。まあ一緒に帰ってくれたわけだよね。まあ、話したかったんやろな、期末の話。多分この学園で唯一期末テストを楽しんでいる人では。あ、日村先生も嵐を起こして楽しんでたから。二人かな。どちらにしろ特殊枠。今週は楽しかった。星の導きの通り。ほう。なるほど。俺と過ごすと楽しいことが起きると。ただ楽しかったのは星の導きのおかげじゃないよ。そこは履き違えないで。あ、お、ミオさんからメールが。今バンビが最も輝ける時期でも、あまり無理はしないでね。ほう。ミオの横ももう星ですよ。そしてあのこの上と下の画像も星ですよ。もう星が大好き。ミオさん、星に浸水してる。すごいな。でもだったらもうちょっと俺にも具体的なアドバイス欲しいな。今日のデートの選択肢はこれを答えるとバッチリ好印象だよとか教えてくれたらマジで楽なんだけど。まあ、でもおもろい選択肢出てきたらそれ聞いてでも変えちゃうし。そんな人には星の導きは来ないのかも。ちょっと設楽先輩と羊が戯れてるとこ見に行きましょうか。お、シック作れた。おー、行こう。お、早く来たのに設楽先輩がいるだと。俺のシックを嗅ぎつけたのか。遅い。おお、あの先輩、今日牧場に行くんですけど、そんなおしゃれな格好で後悔しませんか。まだ待ち合わせ時間じゃないですよね。お、俺が待たされたことに変わりはないだろう。間違えて早く来たんだよ。お前のうっかりまで俺は想定できないよ。そしてお前、自分が遅刻した時は威圧的な態度取るのに、もう人が普通には遅刻したわけじゃないのに遅れてきたらその態度か。ほう、そんなこと言われても
うるさいな。ほら、行くぞ。俺に任せとけ。なんだよ。またしても制裁だ。やめろ。やめないよ。なあ、今日の服、なんか気合入ってないか？おう、なんか先輩も気合入った声でしたね、今。俺のシック気に入ったやな。ただ俺は先輩の格好のが心配やけど。俺はもう忠告しましたよ、先輩。どうですか？どうって。まあ似合ってる。どちらかというとすごく。ほう。そうすれば意外とこう褒めるときは素直に褒めてくれる。ああ、聞いてくれたよな。なんかちょっと天の弱っぽいキャラかと思ったけど、褒めるときはちゃんと褒めてくれるな。素直でよろしい。その色、最近よく見かけるな。あれ？赤じゃないよな。そっか、月変わったから変わったのか。流行ってるのか。それを取り入れたってわけか。悪くはないんじゃないか。何色が流行ってるんかな。褒められちゃいました。じゃあ入るか。なんだよ。そんなに嫌いではない。多分断ってこなかったし、そんなに嫌いではない。ただこの顔はそんなに好きには見えない。かもなく不可もなくなのかな。ずっとこうしてるけど大丈夫？ちょっとこの辺の血とか大丈夫？しびれてきてない？いいぞ、別に。いや、ちょっと血流を良くしてあげようかと思いました。ただ広いだけだな。なるほど。別に動物が苦手ということはないけれども、退屈だとは感じてると。もう。のどかですね。ちょっと匂うかも。牛乳アイス食べましょう。ただ広いだけだなって言ってるな。のどか。この言い方でこう新しい、考え方をこう、提案するというのもありなんじゃないでしょうか。どうかな。それか、もう、いや、ただ広いだけじゃないよ。牛乳アイスが食べられるんやねってことを教えてあげる。なんだろうな、ちょっと偏見なんやけど、牛乳が嫌いそう。でも、ちょっと提案してみようかな。ウキウキで牛乳アイスを食べる設楽先輩も見たい気はする。牛乳アイス食べましょう。あのソフトクリームのでかい置物見ると無条件に食べたくなるんだよな。おお、これはいい感じ。まあ、でもこの顔してる場所でいい感じはトップの可能性すらある。どうした？確かったやろ。後ろにほらヤギさんがおるよ。ヤギさんがなんとなくやけど、設楽先輩はヤギさんと戯れたらドンってされそう。なんとなくやけどね。ちょっと、ほら、見てますよ、ヤギさんが。遊んできたらどう？バカだろ、お前。やっぱヤギさんが苦手みたい。ドンってされた経験があるのかも。怯えています。俺がヤギさんのところになんか行くわけないやろ。怖いやん。って言ってます。家で寝てるよりは有意義な一日だった。いい感じ取ったのに、その態度。どうした？おい、ちょっと待て、どういうことだ。いい感じ取って、まあ寝てるよりはマシだったなぐらいの評価なの。納得いかねえな、おい。ああ、悪くはなかった。悪くはなかったって言ってるけど、青いハート出しとるやん。じゃあ。ちょっと今日納得いかないよ、俺は。わ、期末だ。期末が来ました。この間よりはちょっと数値良くなってる気はするけど。どうかな？語学。バッチリ。数学。
いい出来かも。選択。お、いい出来かも。芸術。お、いい出来かも。家庭か。こんなもんかな。お、でもこんなもんかな。今回ちょっと良くなってるのでは？お。おー。なるほど。俺は団子一味から抜けることができました。そしておすごいな。そこそこ、なんか赤点取って部活出れなくなったら困るから。うまいこと全部赤点を取らないように点を取ってる。藤山くん意外と戦略家やからね。やるな。普通。またお前か。ルカくん、お前に言われたくないぞ。俺は、ちょっと成績上がったよ。いいんじゃない？まあ、セーフってことで。まあ、相変わらず君にはアウトあったけどな。それだけ言って帰っていく。いや、自慢していいと思うよ。前回より成績上がってるんやから。お、スキーとスケート場が出て、遊覧船。海辺の散歩とバーゲンセール。なるほど。ジェスのバーゲンセールは、12月23日の開催。フォーからなんやね、毎週になったのは。ほう。じゃあちょっと12月23日忘れずに、セール行かなくちゃな。シックな服欲しいんでね。ただ、ジェスで24日で何が買えるんかって話やけど。まあ、ドレス買ってあるし、まあ、クリスマスプレゼントは1リッチで賄えるだろうし。まあまあ、行くだけ行ってみよう。出歩きイベントも見たいしね。せやなぁ。やっぱり。カレンさんだけ黄色。そうやって考えると、ちょっと待って、コークが一番低いな、やっぱり。やっぱり俺のことハズレだと思ってんな、こいつ。そうだよな、会ったばっかの藤山君の方が、ちょっと上だもんな。どういうことなん？ちょっとコークンデートさせてみようかな。もしもし。入学当初から知り合ってて、しかも一応幼馴染でもある俺のこと嫌ってるってどういうこと？俺幼少期何かしたかな？なるほど。そっか。23日って昔は祝日だったんですよね。で、令和に変わってここの祝日がなくなったから、フォーでは。毎週バーゲンに切り替わったやな。はあ。いや、ときメモに歴史ありやな。おう。コークだ、来週デートに行こうかね。コークはスキーも好きそうやけど、スキーは今野先輩で行きたいので、遊園地行こう。行こう。ああ、空いてんな。ちょっと嬉しそうな声。遊園地好きなんやろな。行こう行こう。おかしいさ。何？帰ろう。帰る。もうすぐ冬休みだけど、うかしいさはどうするの？山に行きたい。星の導きかな。ちょっと意外。スキーが好きとか？いや、導かれたんやろ。
ただなんかちょっと心配になります。ううん、嫌い、滑れないもん。あ、そうな。うん、そっか。じゃあ山に何しに行くの？ちょっと詳しく聞かせてくれる？星見に。あ、なるほど、星を見に行きたいのか。おう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 おお、確かに。うん、冬は空気が澄んでるから星綺麗なんやろな。あ、そっか。冬の星は特に好き。空気も澄んでて綺麗だし。うん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 。一人で行かないでね、なんとなく。楽しそうだな。あ、ただ冬の夜の山道を星の導きや言うていろいろ徘徊したら危ないと思うよな。あ、星の導きもそんなに万能じゃないと思うから、ちょっと気をつけてほしいな。おう、意外とビビッと作るのも大変かも。ちょっとジェスのバーゲンの日、ちょっとお財布と相談してビビッとっぽい服も買いたいな。お、遅刻か。いや。お、あー、コウ君、遅刻だよ。教師みてえなこと言うな。行くぞ。あー、ん？まあまあいいでしょう。人の遅刻にも寛容な人なのに。あ、ほうほう、なんかコウ君っぽい格好。この学校は多分今日の遊園地のデートにも合ってると思うよ。ピッキー。あ、何やってんだお前。あ、ちょっと悪ふざけです。おお、悪かねえぞ。お、おお、え、どうかした？あ、どうかした？あ、いや、その格好、なんでもね、気にすんな。あ、ちょっと詳しく聞かせてくれよ。コウ君、喜んでくれてるよね。この服にしてよかった。ビビッドな服集めていこう。ワイルドも楽しみやな。ここんとこやたら見るな、その服。あは。あ、うん、ロングスカートって言うんだよ。教えなきゃ知らないかな。同じ格好してっと中身の差が出るよな。まあ、あれだ、悪かねえぞ。あは、ここが俺の今日の格好もすごい好きなよな。あは、リーフをチェックしてないけど波に慣れててよかったです。さてと、何乗るよ。あははは、もう俺は決め打ちできています。あ、ちなみにあの観覧車は桜井兄弟とは一緒に乗らないって決めてるんで、これですよ。もう君の好きなものは分かりやすい。これやろ、喜ぶやろ。この後笑顔になります。お、なんだよ、そういうのいける口か。はははは、やっぱりコウ君はゴーカートが好き。お、行こうぜ行こうぜ。お、うん、ピットインしようぜ。じゃれんな。じゃれるよ、そりゃそのためのタッチやもの。何のためにあると思ってるんや、このスキンシップ。こういう時のためやで、我慢して。見てろ、周回遅れにしてやる。ほ、舐められたものやな。返り討ちにしてやる。いや、一緒に乗るんかい。俺たち誰と戦ってるの。おい、遊園地のカートって侮れねえんだな。あはは、なるほど、あの別の人を周回遅れにしてやると。あ、そして俺は後ろに乗ってるから全然もう運転とかやらせてもらえなかったと。俺おもんない。じゃあ次は本気で行くよ。体感速度がすごいよね。危ないからもういい。いやいやいや、もう次は本気で行くよ。次は俺やで。俺にハンドルを握らせろ。じゃあ次は本気で行くよ。うい。そりゃこっちのセリフなんだよ。よし、行くか。いやいや、こっちのセリフってなんや。またお前が運転する気？いや、順番こやろ。次は俺が運転席やで。おお、バッチリ好印象。いや、そんなことはどうでもいい。どうした？いや、バッチリ好印象だとしても、お前は次助手席だぞ。お、
じゃれつくな。いや、じゃれてるんじゃないよ。俺はもう、力技でハンドルを握ってやろうと思ってるんよ。運転席は俺のものやで。今日みたいなのはよ、悪かねえぞ。あは、楽しんでいただけて何より。俺は運転できたのかな。ちょっと今日はもうゴーカートに行きますって感じの格好やったね。ふい、またどっか行くか。じゃあよ。あ、楽しかったよ。お、コウ君からメール。お疲れ、バテたんじゃねえのか、はしゃぎすぎだ、まあゆっくり休め、だって。じゃれつくなって何度も言われたからな。はしゃいでると思われたんでしょう。まあ俺もちょっと少しは外れじゃないって思わせたいんでね。コウ君のデートは気合が入ります。すごく近づけた。これで俺のこと外れ枠からは外してもらえるかな。まだ当たりにはなれないにしろ、外れだとは思われたくないよね。はい、本編で選ばなかった気になる選択肢を見てみようというおまけのコーナーです。本編では牛乳アイスを食べましょうって言っていい感じだったんですが、ただこれ以上の選択肢はこの中にあるんだろうか。だとしたら、のどかですねーかなー。でもこの反応も見てみたい。とりあえず上から行こう。のどかですねー。うい。そうだな。殺伐とした牧場があるなら見てみたいな。ちょっと天の弱なとこあるんよなー、設楽先輩。でもちょっとこの顔嬉しそう。まあまあか。確かに殺伐とした牧場はなかなかないよね。ただ、設楽先輩と動物の絡みはなかなか殺伐とした映像が撮れるんじゃないかなと俺は思っているけどね。特にあの後ろのヤギさんのドンは、ちょっと見たいよね。まあこの選択肢はどっちだろうな。怒り出すかな。ちょっと匂うかも。うい。言うな。気にしないよう努力してたのに。努力してくれてた。うん。怒っている。ま、選択肢からもう嫌な匂いがしてたんよ。ま、本編では選べないですね、この選択肢は。そんな勇気ないし。君がいなかったら一人二脚になるところだったんよ。なんでお前来なかった。ま、絶対3回プール連れてくからな。断れへんやろ。呪いかかってんねん。たらい回しだ。君はそれ浮き輪として使える？道引かの魔術がかかってるからな。やっぱいい性格。耳をかっぽじって聞け。これ、ヒイラギ君パターンだな。